こんばんは。お金をかけずに誰でも楽しめる釣りを提案する釣りレシピです。お疲れ様です。で、今日はこのテムね、今流行りっていうかすごい、あれですよね、話題ですよね。若い子の間ではこのテムがすごく流行ってる、まあ、シーンとかね、テムがすごく流行ってるってことなんですけど、非常に問題もあると、危険かもしれない、どうなんだろうみたいな感じの噂も絶えません。でも興味を持ってる方多いかなと思うんですよ。某大将も、なぜか、テムからですね、スポンサーというか提供を受けて動画を作ってはるのを見たんですけど、それを見て僕はこれほんまにどうなんやろうっていうので、一回ね、人柱になってみるつもりで、このテムにチャレンジしてみました。その結果がね、どうだったかっていうことを、今日僕の分かる範囲でのテムをお伝えしたいと思います。それではですね、テムさんからはこういうね、なんか袋に入って荷物が、1週間ぐらいで届きました。で、まずね、アマゾン比べたらダメなんですけど、アマゾンとの違いですね。見てください、このセロハンテープの留め方、なんかめちゃ雑やないですか。なんかびっくりしたんですけど、めっちゃ雑に届きました。で、もちろんなんですけど、ちょっとこう名前とか書いてあるままなんですけど、この住所の紙とかも、こうなんていうんですか、アマゾンさんとかみたいにこう簡単に剥がれるみたいな、そういう風なことはですね、1ミリもないです。見てください、このセロハンテープの中でクシュクシュみたいな感じので、おもむろに届きました。ちなみに空気穴みたいなのが何個かついております。はい。で、まあ海外ではこれ普通なんですかね、わかんないんですけど、届いたものが入っているかどうか開封します。でーん、まず1個目、これ、おー、これですね、ルアーボックス。なんかね、要シーンとかな、発がん性物質とか運動かコンとかとかあるじゃないですか。だから怖いんで、今回、僕は、クレジットカードをまず登録しないっていうことを、一つ、安全対策としてしました。で、支払いはコンビニ決済っていうのがあるんですよ。あとペイペイも使えます。で、なので、まあ、僕はちょっと怖かったんだけど、クレジットカードはやめて PayPay のアプリで支払いました。で、それも怖いです、正直言って。だけど今のところ何も起こってないです。さあ、これルアーケースですね。こういうね、よくあるじゃないですか、このタイプの水抜き穴がちゃんとついてて、ちゃんとまあ一応水が抜ける状態になってますね。ここにも穴ついてます。ミノーとかね、セットアッパーとか入れるような、ケースをまず購入しました。セットアッパーはギリ入りません。ね、セットアッパーはギリ入りません。これは、Gコントロールは余裕で入ります。まあ、ちょっとシーバスのルアー入れるのに、どうかなと思って買ってみました。ちなみにダイソーミノーも余裕で入ります。はい。でですね、このミノー用の、ルアーケースがまず一つ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、まあ箸も使い入れると、これ絶対入れへんやろ。一応12本入る計算になります。はい。え、これなんだ。ゴムのバンドがついててね、こうやって持ち運べるようになっているようです。はい。
で、これが値段出しますけど、何百円かやったと思います。はい。ですね。まずこれが一つ目。二つ目。何これ。ああ。これですよ。これはね、ちょっと高かったんですよ。割引入ってるんですけど、多分、これも何百円かなんですけど、元はそれなりのなら値段書いてました。でね、テムさんのね、釣り具サイトのアマゾンと一番違うところは何かって言ったら、まず我々が知ってるね、有名メーカーの、釣り具がほとんど売ってないです。ダイワとかシマノとか、そういうやつですね。マズメとか、デュオとか、それは全然ないです。似たようなやつはあります。だから基本的にアマゾンにある中国系のなんか安いいろんな、ものがなんかさらに安く買えるような、サイトっていう感じですかね。これね、貼り外しですよね。で、この間長考に行った人が、持ってたやつがすごい便利だったんですよ。で、それはもう結構、もうはるかに高い値段やったんですけど、あったら便利だなっていうので、この貼り外しね、ちょっと一回試しに買ってみようっていうので、買ってみました。で、ちなみに、針をちゃんと固定できるかどうかね。固定できてるんですかね、これ。できてると、こういう感じで使うんですよ。これ固定できてないですね。固定できない。見てください。これね、こんな風に、これでよかった。こんだけ開いてるんで、この穴より大きい針じゃないとダメですね。っていうことは、4号とか5号ぐらいの針やったら、絶対ダメですね、これ。何号ぐらい ?1 号とか。もうめっちゃなんか、なんやろ。橋みたいに太い針やったら固定できます。これは固定できませんよ、これやったら。やば。飾りですね。バンバンって。ヒューヒューみたいな感じの飾りです。なるほど。いい勉強になった。固定できません。多分固定できない、これはもう間違いなく。じゃあ、最初から開いてます。フィッシンググリップ行こう欲しいなと思って、でっか。フィッシンググリップですね。でかいわ。安いっすよ。300円ですけど。見てくださいよ。これね、スパスとかつかめるんかな。回るし。で、これは重さ分かる仕組みになってるやつですね。一回欲しくて買ってみました。こう重さが、なんかこう、何キロか、これで分かるんですよ。もう実際合ってるかどうか分かんないですね、何キロかとかね。これ何かキログラムと LB 4キロとか5キロとか、これで分かるんですね。で、これで持つんですよ、ね、なんか大きいな、無駄に。じゃん、3つ目はこれですね。これ何か分かります？竿が横滑りとかしないようにするようにしてどうやって使うかといったら、まあ、こうやって、これベルトまず短すぎっすね。柱とかにこうピッてこれを固定してでやるっすね。こうっすか、こういう感じで、でこういう感じで、止めて、でここに竿をピッて置くんですね。じゃ あの堤防とか あのヘリに置いてあってもずれへんっていう話なんですけど、これ短すぎっすね、まずこの長さが。だからということでね、これ短いんでね、多分ダイソーかなんかでこの結束バンドの長いやつ買った方が使いやすそうっすね。まあ確かにロッドがブレへんのはちょっとありがたいんで、これはまあいけますかね。じゃあ今んとこね、
この5つ買ったんですよ。この2つはまあ使えるかな。これはね、一応微妙っすかね。ちょっとなんかまずこれはね、もう僕のレベルじゃこの大きさいらないっすわ。なので、いつもブリ使いたい、取りたい、ブリ取りたいって言ってるケイシにね、あげますわ。もうね、こうブリ取ることも考えてる人にあげます。で、ラストね、じゃん。ラストこれっすね。これ何やねんと。梱包がまずやばいっすね。リリン。はいはいはい。T シャツっすね。うん。思ってるよりも、まあ何やろ、スポーツ的な、なんかサラッとした生地っすね。まあユニクロとかも中国で作ってるんでね。T シャツはまあまだあれかな。ちょっとポリエステルのなんか。はい。それではね、テムで購入した、商品たちです。値段一応おさらいしとくと、これが400円、390円、400円ぐらい。これが、まあ、700円ぐらい。で、これも700円ぐらい。700円ね。バンバン、700円ぐらい。で、これが一番高くて1100円ぐらいです。でね、このテムにですね、で、買ったらですね、いろんなこと言われます。6個無料商品あげますよとかあるんですけどね。あれね、結局、どういうことかって言ったら、無料商品あげます。そのために、じゃあ、一人紹介してくださいみたいな感じなんですよ。なんか、無料商品 6商品もらえるまで100ポイントみたいな感じでね、画面が鳴って、でその後ね、ピピピピピピってこう、99ポイントぐらいまでビャーって、98ポイントぐらいかなまでビャーってなんかボーナスやら何やらかんやらとかでビャービャービャーって出て、ビャーって補充されるんですよ。じゃあ、あと2ポイント、2ポイントみたいな。で、なんか LINE で招待1人してくれたら、なんかゲットだぜみたいな感じで出るんですけど、それがね、1人招待したらね、あと2ポイントやったのが、0.5 ポイントしかね、増えへんかったりとかね。0.5 ポイントの次はね、0.1 ポイントしか増えへんかったりするんですね。で、永遠にね、そのなんか、ゲットするまでに人を紹介させられまくるっていうね、そういう落とし穴がついてます。それと、ちょっとこの画面で出してるみたいに、この辺かな。よく、100% 還元って出るんですよ。うわ、ただやんって思いますよね。でもね、気ぃつけて 100% 還元なんですよ。だから、なんやろ。何千円分かかったら 100% 還元するこの商品を買えますよみたいな 100% 還元商品みたいなやつが表示されるんですね。だから多分最初からあんまり価値がないものを 100% 還元とか言って買わしてるわけなんですよ。で、これなんかもね、定価はすごいもっと高いんですよ。で、それがなんか70何パーセントオフで700円みたいな感じでやったんですけど、正直、僕今ね、ドレスさんの3600円のこのフック外しをもう注文してます、自分で別に。多分使えないです、これ。なんか見た目はね、あれなんですけど、もっと大きい魚使う人やったらなんやけど、ちょっと用途がね、なんか合ってんのかなっていう、ちょっとあんまりその辺がね、掴みにくい。このインターネットのサイトが。はい。で、なので、僕の、おすすめはね、これも700円でお安いやんってなるんですけど、でも、申し訳ないんだけど、これダイソーの100円の、ルアーケース、あの穴がから水がビャーって出るやつを買った方が多分得です。で、この、竿をね、をキープするこの道具なんですけど、これも多分ね、なんかダイソー商品を流用した方が得です。はい。で、なんかね、物の大きさ感とかね、これもね、なんか測りまでついてる、ウェイトが分かるところまで比べてそんなめっちゃ重いっていうわけではないんだけど、なんやろうな、これはまだ値段なり、頑丈そうは頑丈そうですよ。大きすぎるっていうかね、もさこいですよね。まあ私が言いてんのは、まあ同じような商品 Amazon でも売ってるんですけど、
同じ中国の安い商品を中国製の似たような安い商品こういうやつを買うんだったら、僕はアマゾンのレビューを見ながらアマゾンで買った方がたとえ200円高くても、いい買い物になるような気がします。でましてやテムでもロッドとかは1万円とか普通にするやつも売ってるんですよね。であれば申し訳ないですけどメジャークラウドさんのソルパラとか買った方が僕はいいような気がします。はい、まあ、あの私はテム今回こうやってね番組の企画上初めて使ってみたんですけど、ちょっと微妙やなっていう感じですね。はい、でまあ、T シャツは普通には着れるんで、まあそれはまああれとしてもちょっとなんかあの売り方とかがね、営業の指摘方とか押し売り方がねちょっとなんか騙しみたいなところがあるんで、私は個人的にはあんまり好きにはなれませんでした、残念ながら。なのでそれだったらダイソーさんとかセリアさんキャンドゥさんで頑張った方がなんかいいと思いますね。多分ダイソーさんねお願いです。これねダイソーさん普通に100円で出せると思うんですよ。これで多分このよくベルトとかダイソーにありそうですしね。なのでダイソーさんねこの竿のホルダー出してくださいお願いします。それと多分ダイソーさんやったらねこの針外しねもうちょっとこれ日本人が普通に釣りで使えるやつね、あ別に日本人がって中国の方でも使えると思うんですけど、こんな大きいね針穴じゃなくってその普通のショアジギとかに合うようなものね、ダイソーさんこれ多分作れると思うんですよ。700円ぐらいで、あこれテムで700円やったんでダイソーさん700円で、ね、お願いします。でなのでちょっとねテムね初めて使ってみたんですけど、まあ、僕はテム使うんだったらアマゾンで安い商品を探した方がいいと思うっていうのが以上の検証結果でした。でそれと無料商品もらえますっていうのがあるんですけど、僕もねちょっと試しにねケイシーにね招待で送ってみたんですけど、ケイシーちょっと怒ってた感じだったんで、あなのでなんですかね、まあ無料商品とかねただより高いものはないってよく昔の人がね言いましたけどね、その通りだと思います。なので過度な期待はせず、ね、過度な期待はしない方がテムには良いでしょうと。なぜ話題そんな話題なんかよくわかんないんですけど、これつきましたけど6日もかかるんでね、 Amazon プライムとか安いんで、はい、ちょっとわかんないです。今回のビデオはテムそれほど使えないんじゃないかっていう僕の感覚です。いやひょっとしたらいやいやよかったっていう方もいるかもしれないんですけど、私的にはちょっと今一つだったなっていうことを、レポートしたいと思います。先生お疲れ様です。またねいい釣り具があったら紹介していきたいと思います。ではさよなら。